エドワード・ローレンツはカオスの概念を3つの点にまとめて述べている。もしも1匹の蝶の1回の羽ばたきが竜巻を引き起こせるならば、同じ蝶の1つ前の羽ばたきも1つ後の羽ばたきも、そして他の何億もの蝶の羽ばたきも、ましてもっと力を持っている無数の生物、特に人類の活動も同じことを引き起こすことができる。すでに見たように、この第一の点は一般市民によく理解されている。もしも一匹の蝶の一回の羽ばたきが竜巻を引き起こせるならば、同じようにそれは竜巻を止めることもできるだろう。それはそうだ。しかし最も重要なのは第三の点で、科学者が行うべきことを提起している。より一般的に、何年間も見れば小さな変動は竜巻などの気候現象の発生頻度を増やしも減らしもしないと考えられる。小さな変動で変わりうるのは、これらの現象が起こる順序である。ローレンツのモデルに戻ろう。空間の各点が大気状態を表していた。ある部分では天気が良く、ある部分では竜巻が起きている。竜巻が起きているのはこの小さな球の部分としよう。初期の気候の状態をとって、その軌道を見てみよう。時々竜巻が起こる。それは軌道が球を通過するときだ。時刻0から t の間の竜巻が起きている時間を測ってみよう。いつ軌道が球を通過するかを正確に当てるのは難しく見えるが、球を通過している時間の割合は t が無限に大きくなるとある値に収束している。だいたい 5.1% だ。さて、他の初期状態をとって同じ計算をしよう。するとまた通過している時間の割合は極限に収束している。おお、驚いた。極限値は前と全く同じ 5.1% だ。他の軌道でもやってみよう。うまくいくものだ。同じ極限値だ。同じ極限値になるが、軌道は全く異なっていて、初期条件に蝶の羽に鋭敏に依存している。2つ目の球、ピンク色の球を置き、3つ目の球、緑色の球を置こう。これらは猛暑や雪の季節だろうか。軌道を描いていくと、軌道はこれらの球をある順序で通過する。何が起こるか見るために、3つの初期条件を決めて、それらの軌道を見よう。見てごらん。軌道に沿って竜巻、雪、猛暑はよくわからない順番で起こり、それぞれの軌道で異なっている。これは理解不可能だ。しかし、黄色と緑色とピンク色の割合はどんどん同じ極限値に収束している。それらは 5.1%、14.03% と 7.4% だ。確率がきちんと決まるように、黄色と緑色とピンク色の球を偶然うまく取ったようにさえ見える。もう一度ローレンツの話を聞こう。小さな変動は竜巻などの気候現象の発生頻度を増やしも減らしもしない。
小さな変動で変わりうるのは、これらの現象が起こる順序である。これは科学的な主張だ。予測の対象が変わったのだ。今度は割合、統計量、確率を予測しようとしている。このような統計量は初期値にはあまり依存しないだろうという考え方だ。ブラジルの蝶の影響はないのだ。この証明されていない過程、すなわち将来の運動は初期条件に鋭敏に依存するという気象学的なカオスと、初期条件にあまり依存しない統計的な安定性が共存するという過程は、数学的な定式化に時間がかかった。ローレンツは単純化されすぎた彼の三次元の大気モデルの理論的な側面には不満だったようだ。彼は二人の物理学者、ハワードとマルカスの協力を得て、まだ単純で現実の気候現象からは程遠いものだったが、現実の物理系を構成した。ここに水車がある。これはホイールとその周りにぶら下げられたバケツからなる。バケツの底には穴が開いていて、バケツの水の高さが高ければたくさんの水が漏れ出る。一番上の水道の蛇口を開いて、どんな動きをするか観察しよう。水車は右に回ったり左に回ったりする。何秒か後にどちらに回っているかは予言できないように見える。運動は全く不規則で予言できない、カオス的なものに見える。この水車とローレンツアトラクターには何か関係があるのだろうか。水車を記述するために3つの実数を選ぼう。例えば、角速度と水車の重心の2つの座標だ。この3つの数の変化は空間内に黄色の曲線を描く。信じられないことではないだろうか。水車は蝶の形に動いている。最初の位置をほんの少し変えてみよう。最初はすべてのバケツが空で、左の水車は2度回ったところから始まるが、右の水車は 1.9996 度回ったところから始まる。この差を測るためには精巧な顕微鏡が必要だ。そうだ、初期条件への鋭敏な依存性がよくわかる。しばらくすると2つの水車は全く異なる動きをしている。この水車がローレンツの言う統計的な性質を持っているかどうか見てみよう。2つの水車はほとんど同じ点から出発する。速度を測ってみよう。1秒間に25回、5000秒間、全部で12万5000回の測定だ。測定するたびに水車の角速度を記録する。全く単純に統計学でするように
分布を表す棒グラフを描くのだ。速度について35の同じ長さの小区間に分けて何回速度がこの区間に入るかを数えてみた。結果はこうだ。いくつかの区間には他の区間よりたくさん入っている。2つの水車は全く異なる動きをしている。初期条件への鋭敏な依存性が見られる。しかし2つの測定値の列は異なっているが、統計的には同じである。棒グラフは同じものに収束している。そうなっているのだ。ローレンツの主張は正しいようだ。軌道の将来についての統計量が初期値にほとんど依存しないとき、ダイナミクスは SRB 速度、しないデュエル望遠速度を持つという。気象予報士の目標はこの統計量を求めることだ。例えばローレンツの方程式の座標の一つが表す気温の時間変化を考えよう。水車の時にしたように棒グラフを描く。気温についての各小区間に対し観測値がその小区間に入る割合を描く。全く異なる4つの軌道を考えても長い時間の後には棒グラフはほとんど同じになる。ローレンツアトラクターは SRB 速度を持つのだ。温度は不規則に変化しているようだが、それは定まった確率の下で変化している。さて、数学的にも物理学的にもたくさんの課題が残っている。何か役に立つことを述べるためには、この確率やこの分布を求めなければならない。ローレンツが単に未来は現在に大きく依存していると言っただけではないことはよく分かったと思う。彼以前の多くの人々もそれは言っていた。彼の貢献はそれだけではなく、いやこちらの方が大きいとも言えるが、統計的な問題と考え直せば、これからも科学は予言を続けられることを示したことだ。